ヤッホー、とまるです。とまる氏、今年一番の大爆死です。はい、ということで今日はね、アイドルマスターシンデレラガールズのシンデレラアドベンチャーっていう一番くじのご紹介なんですけど、まずラインナップを紹介すると、 F 賞がラバーストラップ、 E 賞がクリアファイルセット、 D 賞がビジュアライズボード、 C 賞が T シャツ魔王バージョン、 B 賞がT シャツスマイリングプリンセスバージョン、 A 賞が T シャツ救世主バージョンで、ラストワン賞がビジュアライズボードラストワンバージョンで、ダブルチャンスがラストワン賞のビジュアライズボードだそうです。これね、4月の21日に出てたやつで、私はなぜ6月に入って今更このくじを引いたのかというと、ゲーセンでね、たまたまこの一番くじのポスターを見たんですよ。私アイマスは双葉あんずちゃんだけ好きなんですけど、他のキャラあんまよく知らなくて、たまたまポスター見たら、シーションの T シャツに書かれてる女の子がね、一瞬双葉あんずちゃんかなって思って、よく見てみたら、ゆさこずえちゃんって子だったんですけど、それまで私ゆさこずえちゃんっていうキャラクターを知らなかったんですよ。でも Google さんで早速調べてみたら、めちゃめちゃ可愛くて、双葉あんずちゃん以来のアイマスキャラクターでのヒットだったんですよ、私的には。で、この T シャツ欲しいって思ったんですけど、やっぱもう4月に出てるから結構どこももう T シャツ残ってなくて、でまあネットで買おうかなって思って諦めてたんですよ。で、なんかたまたまアニメートに久々に行ってお会計してた時に、レジの奥にね、この一番くじの表が貼ってあって、でそれでね、なんと C 賞がね残ってたんですよ。 AB がもうなくなってて C が残ってて、で他の会賞はまあいっぱいあったんですけど、私最近ついてるから、もしかしたら C 賞すぐ出るんじゃないかなとか、ちょっと調子に乗っちゃって。あ、ちなみに私今回くじ引くところを撮ってないんですよ。本当に T シャツだけ欲しかったんで、動画撮るつもりなくって、カメラも持ち歩いてない時に引いたんで、ちょっと引く動画がないんですけど、残り22枚だったんですよ。で C 賞が1個残ってて、5回ずつ引いていけばすぐ当たるかなって思って、また上から最初の5枚引いたんですよ。最初の5枚で当たんなくて、で次にまた5枚引いても当たんなくて、で次の6枚引いても当たんなくて、そうなったらさ、全部くださいって言うじゃん。22枚全部買って、結果的にね、その私が欲しかった C 賞の T シャツが出たのがね、最後から2番目だったの。もう本当にね、やっちまったよね。早速紹介していきたいと思います。じゃあまずね、 F 賞のラバストが全部で12個当たってて、でまずね、私名前とかよくわかんないんですけど、なんかこうやって見えるから選べるんですよ、好きな子が。なので結構ダブってたんですよね、もう残ってるのが。まずこのみゆきちゃんが2個当たって、で次にこのれいなちゃんも2個当たりました。で小春ちゃんも2個当たりました。でさとみさんも2個当たって、であとはもうダブってたやつはないんだけど、みよしさんが1個でしょ、このあかねさんが1個でしょ、このときこさんが1個と、おとはちゃんが1個当たりました。はい、私的にこの横山ちかちゃんが欲しかったんだけどね、残ってなかったですね。ダブらず揃えたかったけど、まあしょうがないってことでね、ラバストがこんな感じですね。名前の読み方間違えてたらごめんなさい。アイマスはね、あんま詳しくないんだよね、私。で次がクローズドパッケージのクリアファイルセットっていうやつが8枚だね。でなんか2枚ずつ入ってるみたいなんで、早速開けていきたいと思います。ダブんなきゃいいかなって感じなんですけど、どれが欲しいかな私。このクラリスちゃんって子と、
このニナちゃんって子が欲しいかなって感じです。ということで、じゃあまず1個目、美容生の、はい、おお、こんな感じ、見えるかな、なんかセクシーだね。カイちゃんとレイコさんでしょ。レイちゃんとチナツちゃんっていうのが当たりました。2枚入ってるってなんか太っ腹だね。で次、せーの、はい、おお、ダブったかと思った。あつみちゃん、きよらさん、せいかさん、アリサさんってやつが当たりました。こんな感じ。じゃあ次、全部で14種類あるらしいからダブってなくてお目当て当たってるといいんだけどな。ってことでいきます、せーの、はい、あ、ダブったよねこれ。はい、ダブりました。で次、これ結構ダブってるかな、もしかしたら。一斉の、はい、おう、ゆかりさん、なぎさちゃん、早坂さんって読むのかな、若葉ちゃんって子が当たりました。こんな感じね、こんな感じ。はい、じゃ次いきます。一斉の、はい、あ、来たんじゃない、あ、これ欲しかったやつ、クラリスちゃん、かわいい。クラリスちゃんとルミさん、ヨウコさんと海さんですね。はい、欲しかったのがまず1枚当たりました。うん、かわいいな。結構アイマスってさ、みんな年齢バラバラらしいよね。だからなんか大人っぽい子から子供っぽい子までいて幅広いですね、キャラクターが。ってことで次いきます。いや、一生の、はい、おう、ラブってないね。京子さん、ともさん、きよみさん、ゆきのさんです。はい、こんな感じ。残り2個です。あれ来てほしいな、にナちゃんのやつ。いきます、せーの、はい、ちあきさんとかりんちゃんのやつと、あきさんとなつきさんのやつが当たりました。こういうのね、こういう感じです。あ、でこれが最後だね。これ透かせば見えるのかな、あ、見えないか。ってことでこれ最後です。まあダブってなきゃいいな。いきます、せーの、はい、これ見たことあるぞ、これ見たことあるぞ。私ダブった。ってことで2つダブりましたね。市原にな ちゃんが当たりませんでした。ってことで次が D 賞が1個だけ残ってたんですけど、それが当たりました。はい、この子、ビジュアライズボードが当たりました。D 賞で、最後がね、あ、最後じゃないんだ、先にね、ラスト1賞見せちゃうと、ラスト1賞がこちらでした。はい、佐久間真由ちゃんのビジュアライズボードがラスト1でした。ということで、私のね、お目当てだった T シャツがこちらです。ゆさこずえちゃんの T シャツです。かわいい、うん、やっぱかわいいよ。はい、こんな感じです。かわいいね、かわいい。はい、こんな感じで、いいですね。まあ私の一押しは変わらず双葉あんずちゃんなんですけど、二押しがこずえちゃんになりました。かわいい。まあ結構買ったね。自分で当てることに意味があったって思うことにします。はい。ってことでね、はい、この着方は他の YouTuber さんのパクリです。いい感じ、イエーイ。まあ新しくね、好きなキャラクターが見つかって嬉しいです、私は。はい、これから私はアイマスは双葉あんずちゃんとこのゆさこずえちゃんをね、応援していこうと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。結果的にさ、こんなに引くことになるんだったらカメラ持って動画撮っときゃよかったなって思うよね。後の祭りってやつだね。